西の2に出発しましょう。おーっと、西の2に出発しましょう。Honestly, it's better if you see for yourself. とか人には興味ないな。人には興味ねえんだわ。ああ。あ。死んじゃうとあれか、テキスト読めないのか。しまった。しまった。今のやり直させてほしい。これかな？ Hello there, Byron. What can I do for you? I don't know if I got through to Athena. バイロンの話だ。Things are going very wrong in this city, and she has to do something about it. Does she? Who else are they going to listen to? I don't know. How about you? I'm an explorer, Cornelius, not a leader. I don't know how to convince anyone.So? Do you think Athena and I are somehow different? We're just people, Byron. We're no wiser than you are. Just a little older. 万能な軌道。ちょっと待って、これ何？アクティベーター。なんで？ん？どういう意味なんじゃ？なんでこれで青色が開くんだろう。何でも開けちゃうのかな、これ。これに力が入った時に何でも開ける。何でも？これはダメなんだ。これがこれをアクティブにするっていう連鎖ができるのか。これとダメだ。じゃあこれ赤色じゃん。アカティベーターなんだこれ。どういうこと？そうだよね、これの範囲以内ならこれは開くんだよね。扉の色とか関係ないんだよね。なんか何でも開けますみたいなやつだな。これは何？
わからん。わからん。I just wanted to say that I appreciate the work all of you have been doing. I know I'm not a natural leader like Byron, but it means a lot to me that you've stuck with me. このアイコンの表情を見る限りだと、このゲートがそもそも青属性赤属性なのかを関係なく全てを開ける。だけどこいつ自体には青色と赤色があるので、該当する力を得ないとそれを発揮しない。発揮する場合は違う色のものであってもアクティブにする。アクティブ、アクティブとは何だ。反転するってことなのか。現在の状態を反転する。空いてるものに対して使った時に閉まるってことになるのかな。それは分からん。トグルするのか、プレイヤーの都合のいい状況、オープン状態を作るのか。悪趣味な空間じゃな、ここ。何が悲しくてこんなにおっさんの、ハゲおっさんの巨大な顔を見ないといけないのだ。みんな同じ顔なんだもんね。同じロボットやけん。連鎖反応。あ、ゲートに対して聞くのね。なるほど。ちょっとパッと出てこない。それはだからここのゲート開いて、これをどのぐらいだと届くかはわからんね。俺が入る範囲で、そんでこれが届けばこれは開く。これって同じ青色同士だから光をじゃないんだ。あくまでそいつ自体が電源入るかどうかだけなんだ。パズル外部にも影響するの？は、これは2つのことを言ってんの？なんでここ開かないんだろう。なんでここは行かないんだ。んー、ここに来てちょっと普通に分かりづらいってやつ出てきちゃったね。動く柵と動かない柵の区別つかないじゃん。ちょっとデザイン的にいかんだろう。それはわからん。視覚的にわからないものを作るなよ。対応できないじゃん。ここが開かないんだったらこれ普通の壁でよくない？ここの壁も開かないんだってさ。なんでここだけ開くんだ。なんでここだけ開くんだ。なんか見た目で違いはこれか。若干この壁、端っこががっちりしてるやつが移動式なんだ。初めて知った。
ちゅうことで、あ、だから、あの、こいつがあれをもらえばいいんだ。このゲートを開けられる位置にいないとダメか。そうすると向こう側に行くよね。ん？うん。使い方は分かった。使えるとは言ってない。山の上、うわー、これは降りらんないよね、多分。だいぶ山の上だから。あ、ちょっと最後行くんで。なぜ自分たちはダムを認識できないのか。ダムを実体としては捉えられない。ああ、バイロンはそうだよね。自然のものも人工のものもどっちも美しいやろっていうやつじゃなかったっけ。人工のものを美しさで言うとパズルは結構究極じゃないか。そういう意味、そういう意味なのか？アテナ。俺分かったかもしれん。俺、アテナの言ってること全部分かった。次。3番。ほうほう。ん？これに対して有効っていうのは何が起きるんだ？別に。うん。中に入れれば、とそこが開けばまずそのエリアからこれは取り出せるでしょ。取り出せた。したらこれは外に置いといて、この内側のあそこからアクティブにすればいいから、これを内側に入れて終わり。届かね。ギリギリすぎるな。はいよ、サクッとね。こいつに対するパワーを入れるとかじゃなかったね。それができるとあれか、なんかパワーソースが入ってる時と入ってない時で回路、光の回路を変えられるみたいな、えぐいのできそうだね。光の回路を遠距離で変えることができるは基本的にめちゃくちゃ難しいからな。
誰の趣味でこれ作ったんだろう、この島。4番。嫌すぎる。嫌すぎる。人間性、人間参照みたいなのって、人間の銅像を作りまくって称えればいいみたいな話でもなくないか。直接的すぎるべや。そこ、ゲート。これゲート開くやつね。開けて、ゴール。これと一緒に俺は移動したいと思いますか？ライトソースがないと話にならん。どうやってあれを取るんだ、わしは。これかな。まずこうして、これを、あっ違う、ここも開けてもらわないといけないんだ。そんなことできるかい。まずこっちね。まずこいつを取り出させる。ひぃ、うひぃ、こいつはダブルね。はい。で、ジャムした。必要なものが全て揃ったので。ここに使う以外ないな。こいつの使いどころがない。どこ行った？ジャム君。なんでやねん。開きっぱなしになりました。そしたら、こっちを。あ、なるほど、こういうのもできるな。邪魔を何に使うか分かんないな。てか邪魔あればこれでいいのか。これいらねえよ。知らん。めんどくさい、めんどくさい。めんどくさいで。あそこに行った時にこれを、どうしようかな。邪魔だ。止めるんだ。じゃあこうじゃなかった。つまりエネルギーソース供給源であってもジャミングには負けるのか。ジャミング最強すぎないか。じゃあ全てにおいて勝つやん。動けっていう命令に対して止めろ。
まあ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 って感じ。半分解いたから探索でもするか。今回パズルとしては今の4つで終わりましょうか。ペレノヤ、結構番号若い人ですね。人に対する影響力を求めてロビー活動を行う疑似秘密結社のリーダーたち。何言ってるか分かんねえ。どうでもいい。メルヴィスってカメラ下手なんだよな。一つ掘ってみてどんな仕組みなのか見てみようかな。なんかやろうとしてる？なんかこいつはこいつで探求してるからちょっと危険かもね。なんか変なことを起こす危険性のある人ではあるね。執着でもこの次のマップもあるからここは最後ではない。悪趣味なマップだぜ。あ、なんかあそこに、ん？おい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 、見ちゃった。なんか見ちゃったな。パリでも送ってみようか。入るかな。どこに行って何があるかぐらいは見とくか。通す色が間違ってるかどうかは2分の1ですね。3分の1、2分の1。何？それじゃわからないじゃないか。あの、その辺にスターがあるんだよ。おーん。どこ？ん？ライトの人でいいよね。これってパンドラなの？これパンドラかもしれんな。今までスフィンクスとジジイは出てきたから、これパンドラで、これパンドラの箱なんだ。やっと一生分かりました。上か？おいおいおい。おいおいおい。どういうことだ？どういうことだ？ルールが、ま、ルールが変えられている。まあ、違うものを探すべきかな。まあ、そういうことらしい。でもなんかここまでは光が伸びるんだけど、この光が次に伸びる場所が特にないので、
なんか自前で、ああ、うん、このステージの特徴からいくと、あるのかな、パワーオープン組んで、なんかあそこに照らすとなんかそれだけでクリアにな、そんなことないよね。それでスタークリアって言われたら、何だったのってなる。とはいえ、なんかあるんだよね。ハテナもこっちにあるけど、山のステージは高さがわからないせいで、ハテナが多分これ上なんですね。上か。この先にハテナ。これが次に、ん？ 5 番か。いや、終わろっか。ここで終わっとっか。次回5。これだけいきます。ストーリーなんで。We have made a fascinating discovery at one of the founder's laboratories. Please join me at your earliest convenience. はいよ。低い。1K! Good that you're here. We've made a discovery.なんとかマシン、そうそう、その、It seems the founder perfected the design. I'm sure you've noticed my advisors and Vand in particular making quite a fuss about the potential of this device. Something about interfacing with one's subconscious self, as if such a thing could tell us anything new.You think so?I rather doubt it. I believe the founder has already taught us everything we need. これ以上知ることなんてなくない？みたいな。As I see it, neither the Somnodrome nor the megastructure have anything to offer except a lesson in avoiding hubris. So, what should we do with it?接続して調べるつもりです。なるほどね。どうなんだろう。お、たこれなんだけど。こいつが、じゃあ私が入って、そんなことないよな。私が入ってみるかなんて言うか？この発言からいくとこれなんですよ。これも意味わからん。解決しない問題が。I'll watch to be sure you don't overload. え、これじゃあ入るって感じなの？ちょっと待って。メルビスを呼んでくれ。エンジニアを呼んでくれないか。今いきなりこれ行くの怖えよ。ワンチャン俺がだってバイロンみたいにぶっ飛んじまう可能性があるわけでしょ。これアテナ同族剣豪の旧理事のことをミルトンなのではないかとずっと思っていました。
サムナドロームを使ったから全ての万物理論みたいなやつを見つけ出したとかってのあんのかな。順序が逆かな。見つけたからこれを作ったのかな。おばちゃん呼んでほしいな。待って、これ次回にしよっか。では